かわいい。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 これズームしたの、あ、ズームした、私の顔がでかなるわ。あ、ズームした、私の顔がでかなるわ。じゃこまみちゃんをズームすることできんねん。じゃこまみちゃんをズームすることできんねんな。バッグが小さいね。なあ、嫌やな。なあ、嫌やな。え、いつもさ、え、あ、あるよな、サンミューはもう、あ、あるよな、サンミューはもう、メロメロ、メロメロ、そう、やって。メロメロとはツイキャスとかやって。メロメロとはツイキャスとかやって。あのこととか多いやん。なんて。なんて。なんて。じゃあ暴れ。途切れてんねん。ジュリアさん暴れ人みたいじゃない、これ髪の毛。ジュリアさん宇宙人みたいじゃない、これ髪の毛。髪の毛短すぎやろ。やったやろ。めっちゃ切ってん。うん、めっちゃ切ってん。え、これさ、あれもしかしてさ、このさ、うん、うん、ひこにゃんのやつってさ、うん、先生？うん、T しゃもじさんは、T しゃもじさんは、私たちの、先生ですよ、私たちの、3年生の時かな、3年生の時かな、担任の先生。中学3年生の時とかさ、中学3年生の時とかさ、NHK のことばっかり話しなかった2人で。ことばっかり話しなかった2人で。テンテレの話やな。ずっとさ、学校で、教室で歌ってたやんな。そう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 。音がマイクを拾って、音がマイクを拾って、二重になってますでって。ひなたイヤホンつけた方がいいんちゃう？あ、イヤホンつけた治るの？イヤホンつけた治るの？多分。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。じゃあイヤホンつけながらやりたいと思います。じゃあイヤホンつけながらやりたいと思います。え、てか髪の毛短。めっちゃ短いよな。めっちゃ短いよな。でもこないだテレビ電話したよ。でもこないだテレビ電話したよ。はい、これで治ったかな。はい、これで治ったかな。先生見に来てんの面白いな。青年ヒュートの配信よう見てくれね。ヒュートの配信よう見てくれね。関谷地さんがマミー言うて。関谷地さんがマミー言うて。こんばんは。こんばんは。ちょ。こんばんは。めっちゃ21週やね、治ってへんな。21週やね、治ってへんな。マミもつけた方がいいってこと？マミちゃんちゃん、マミちゃんちゃん、よいしょ。なんてなんやろ、なんてなんやろ。つけてみます。ほい。あ、治ったかな。治った治った治った。どうですかみんな、治りました？もう治った治った治った。お、治ったって。あ、じゃあマミちゃんが問題やってんな。ダメのせいか。おクラック、あるな、ありがとうございます。ゴーさんこんばんは、木登りですね。ということで、なんか話していこうかな。まみちゃんなんか可愛いな、髪の毛。どういうアレンジしてんのそれ。いや普通、今日はどういうアレンジですか。普通や。ほんまに。じゃあ、え、髪の毛、あら、まみちゃんこら。なんか声が聞こえへんくなってんけど。声聞こえてる？あれ？声聞こえてる？声聞こえてる？出ましたね、これ。毎回おなじみの声が出なくなる現象。どうなってるんでしょうか。え、みんなからまみちゃんの声は聞こえてるの今。あら、なんか、あ、汚い部屋って言っちゃってる。汚い部屋言って。あ、いけたいけたいけた。治った？声聞こえてる？はい。聞こえてる。ということで、今日は急遽ね、私が連絡して、いける言ったら、いける言ってくれてありがとうございます。とんでもございません。全然、何しとったん？自粛期間中、ちなみに。何もしてないよ。
何もしてない。一日どう過ごしてる？テレビ見てるんちゃう？ずっと？そう、テレビ見るか、うん、なんかインスタ見るか。あーね、料理とかは作ってるんですか？たまにね。え？たまに？そう、塗り絵してる。塗り絵？楽しいんそれ。うん。でもさ、東京とかってウーバーイーツとかあるんじゃない？なんかめっちゃ塗れる。あるね。ウーバーイーツしてる？あ、そうなんや。あんましやん。じゃ、ちゃんと、あ、間違った。あ、待って、やばい。なにこれ？間違った。今見えてますか？じゃあごめん、あのな、今間違って変なボタン押しちゃってさ、救急車来た。あの、救急車、あの、プープーみたいになってもった。焦った。ね、ちょっとね、全然さ、ちょっとハッピーな話になる前にさ、今日さ、なんか夢見た？夢見てる？うんうん、今日もうえらい夢見てさ、じゃあごめんな、これ。ちょ、これだけ、よし、ちょ、今日さ、いやなんか知らへんけどさ、外をパンツ一応出とってん。で、夢を見て、めっちゃ怖かったって話。うん、あ、ラジオモードに一緒になった。ごめんなさい。ちょっとなんか、変になってしまいました。真央さん、こんばんは。そうなんや、塗り絵してんねや。そう。なんか100均とかで買ってってこと？いや、普通に本屋さんで買った。なんか、めっちゃ塗るやつがいっぱいあるの。どんな塗り絵をしてるということで。写ってる？なんか…写ってか。何笑ってんの？小学生やん。もうもっとなんかめっちゃすごい芸術的なやつだと思ったら意外と。いや、そういうやつやの。そういうやつ。そういうやつなん？なんていうの、なんか塗る、うん、塗るやつはまあ物によってやけどさ、これも塗ってないけど、うん、うん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 、なんか、うん、もうえらい暇やねんな、塗り絵するって。いや、何言ってもしゃーない。、うん、何それ、まとマトリ量消化消費かって何それ？マトリ量消化ね。何の味、何目なん？アニメじゃないし。アニメじゃない。いや、なんかあるやん、あのなんか開けたら入ってる。分からん、説明できへん。説明できへん。エリックこんばんは。ね、ロシアのお土産品やって。あ、ロシアのお土産品なん？そうやねんて。そうなんや、ロシアのやつのみんなよう知ってるな、そんな。私が知らんだけか。ハッピーハッピーということで、ハッピーをかけながら。急やな。ちょっとうるさい。急やね、音。全然。はい、ちょっとみんなうるさかったコメントの方で言ってくださいね。ではちょっとまみちゃんに、なあ、この PV めっちゃ時間かかったよな。これは結構、なんていうの、めっちゃ時間かかった。ってか、時間、まずロケ地に行くまでに、もう2時間ぐらいかけて、あれさ、何時からやったっけ、何時から撮影やったっけ、あの、待ち合わせ時間何時やった？まみが始発で行ったっけ、何時やったっけ、あの待ち合わせ場所が確かあれ京都やったよね。あれ滋賀やったっけ。あれ滋賀でした、京都やったっけ。発生してるんやけど。確かに京都やで。うん、ハッピー最後切ないって、みんなあれ、あの PV 見ただけは分かりましたかね、意味。最後あれ死んじゃうんですよね。, 笑ってもらってるけど。
ちょっとあるよな、なんか声が。あれいつ頃撮影したのって、あれいつ頃でしたっけ、あれいつやった、あれは1月じゃない、うん、1月じゃない、そうよね、1月で、めっちゃ寒い中海行ってな、ほんまにここ一年かと思ったよな、覚えてる、あら、なんかまたこっち向いた、めっちゃ電波悪い、今悪い、PV のまみちゃんよかったねってね、名演技でしたね、ハッピー来たって言って、みんな聞いてくれてるんですね、ありがとうございます、ありがとう、この詩が好き、ありがとうございます、うん、言うていいよな、なんかハッピーって言ってたのにちょっと切ない感じね、まみちゃん今聞こえてる、聞こえた、固まってるな。ちょっとまみちゃんが固まってる間にコメントを読んでいきたいと思います。聞こえてんねんけど、はい、なんか、うん、電波悪くて。うんうんうん。一回落ちてもう一回入ってみる？私とまみちゃんがねコラボするとこの電波上のなんかなんやろな、グルーバーはいいよな。最後後ろ振り返るのが切ない、切なかったね、あの部分、確かにあれね、なんかほんまに初日にあの男優さん言ったかな、あのあれ聞こえてるかな、あ、一旦切れた、ハッピーハッピー、切れましたけども、そう、出てくれてたまみちゃんともう一人の男の子がその時初対面だったんですけど、で初対面でちょっとカップルっぽい感じに作ってもらわないとあかんから、その日にもうめっちゃ会話してもらってね、おい聞こえた、今聞こえる、あ、聞こえました、ジュンパクさん、ひなたさん、お久しぶりです、めっちゃ声が二重になってるな、え、今も？ちょっと待ってな、ひなたのイヤホンしてないからかな、今どうですか、マシになった、うん、どうですか、マシになった、うん、ういっ、じゃあ話していきたいと思います、そう、めっちゃ寒かったよな、はい、あの日寒かった、あれはえぐかった、あれ最初待ち合わせの10時やったっけ、もうちょっと早かった、9時ぐらいやったっけ、ちょっと最初からなんか9時とかじゃない、9時、9時やったっけ、うん、やった気がするよな、ほんでそっからその現地の海沿いまで行くのに2時間ぐらいかからんかったっけ、うん、行ったらさ雨も3時間、そうやね、雨もやばかったよ、風吹いてやばかった、これどうする言って、ほんまはな、なんかキャンプのシーンとかもあったんですけど、うん、それも雨でちょっとこれはちょっと風強すぎてキャンプとかこの時期にやるのおかしいやろみたいなね、ちょだいぶ削ってやったんですけど、ね、うん、一緒に出演してくれた男の子とは初めてやってやったやん、うん、で意外とまみちゃんって人見知りやん、うん、意外とっていうかファンの人は知ってんの、うん、知ってんの、そのファンの人は人見知りなこと、何をまみちゃんが人見知りってこと、多分知ってるんじゃない、知ってるんかなえ、お客さんとかには人見知りシーンの言ったら握手会とかあるわけやん、うん、でも普通に人見知りやからなんかどうしようかと思った、うんうん、どうしようかと思った、え、じゃあ最初あの男の子とさ、うん、やるってなった時さめっちゃ人見知りした、え、めっちゃした、なんかさ最初はさ、うん、普通にさ、うんうん、友達になるかもみたいな話してたやん、
あら、まみちゃんの声が聞こえへんけど、それはそれでめっちゃ今さら恥ずかしい感じ、うんうん、え え、みんななんて言ってるか聞こえた？なんて？え、なんか意外と喋れた。でもうん、あの男の子がね、結構ねこうリードしてくれて優しい感じやったからね。うん、え、一番思い出に残ってるシーンどこですか？なんかさ、ナミがさ、ここやな、ギターを弾くシーンでさ、あひなたがさ隣でめっちゃ笑ってんねん。全然ギター弾かれへんかったもんな。で、あん時に即興で練習してくれて、全然弾かれへんかった。せやな、うん、で、一番私はこう一緒に付き添いで見てて一番しんどそうやなと思ったのは、この海沿いでさ、このあの段みたいなとこ手つなぎながらさ、うん、歩いてるやん。ここ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 あこれこれさ、何回やったかな。もう一回くださいとか言って、ったよな。めっちゃ寒かったよな、うん、あの時めっちゃ寒かった。でもほんまに寒かったもんなあ。もうあれはでも頑張ってくれてほんまにありがとうございます。 EPV が撮れました。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございました。ほんま夢のコラボやわ。なあ、でも私たちの行ってた地元の中学校が同じなんですけど、ね、高校もちょっと同じやったけどな、うん、え、あれってミュートと同じ高校来たかったからあの高校にしたん？ね、そうやったっけ。なみひなたと同じ高校に行きたいから同じ高校来た？分からへん、そうなんかなと思ってた勝手に。いや、お互いアホやからやろ。そうやね、あの高校しか無理やってんって。でも今もあれですよね、あら、まみちゃん消えた。あ、また今も最近私ちょっとあの実家が新居に引っ越しまして、まみちゃんの実家の4軒先に住んでます。まさかのさ、なあ、近すぎっていう家が。びっくりした。だからもしかしたらたまにお母さんに会うかもしれへんしな。ねえ、会うと思うで。うん、そもそもまみちゃんを起用するのってひなちゃんの発案って。そうなんですよ。いや、モデルさんを探しとって、え、ちょっと私最初 PV にこう自分の、あ、これもできた瞬間名曲やと思って、うん、いや絶対使うならまみちゃんがいいなって、女優さんって言ったら。じゃあまさかのほんま出てくれると思わへんかったけど出てくれて嬉しかったですわ。歌でもコラボしてほしいなって来てる、うん、なあ、いつか。いや、でも私最後三ミューの卒業ライブ見に行きたかったけど見に行かれへんかったけどさ、ブログを読んでさ、ちょっとなんか泣きそうなってさ、うん、意外と読んでんねんそういうの。なんか最初歌が大嫌いでしたみたいな。うんうん、でもなんかだんだん自分を表現できるようになって好きになってたみたいな。うん、あのブログに泣けたんで。なんか意外と読んでんの。そうやねん。そうやねん。だから歌でもコラボできたらいい。でもさ、一回なんか歌詞書きたいみたいな感じでさ、うん、これは言っていいんか、言っても言いいよ。いや、なんかヒュートに歌詞送ってくれたこととかあったやん。うん、だから逆にそれを私が曲にして書けたらいいね。なんかそういうのできたらいいよな。うん、やってやりたいわ。やろう、うん、近所近すぎ問題、ほんまに近いな。コロナ落ち着いたら東京で出演欲しさって。いや、でもね、マミちゃんのすごいところはね、歌もできるしダンスもできるのがすごい。私意外とねめっちゃ見てるんですよ、研究のために。そう、うんうん。そうなんや。私もベースボーカル、ずっとベースでボーカルしてたんですけど、今立ちボーカルになって、うん、やっぱ立ちボーカルって、うん、楽器持ってたからさ今まで。
でむっちゃ難しいんよ。え、最初まみちゃん三ミューから入った時とかさ、立って歌うやんか。うん、あ、でもダンスついてたんか、うん、もう最初から振り付けみたいな。そうやな、難しく感じたりしへんかった、うん、なんかあれはアドリブとかで歌ってとかはないの、その、うん、なんか普通になんか振り付けがない時とかあるやん、なんていうの、自分が歌う時は振りは何してもいいですよみたいな時は何したらいいかわからんかった。でもそういうの苦手やねん、なんかフリーで踊ってくださいみたいなやつ。うん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 、表現力みたいな感じなのかな。慣れだしたん？アイドルやってどれぐらいでそれは慣れだしたん？いや全然慣れてないで。今もそれは苦手なんですか？うん、そう。でもちょっと読んでいくわ。作詞作曲コラボ最高ってね。同じクラスの M さん連れて卒業ライブ行った。お、そうみたいですね。中学校の子来てたやろ。びっくりした。へえ。そう。そう、私誘われてるけど。と思ったら本人やった。え、え、あ、じゃステージから見えたの？見えた。普通に見えた。でもさ、コロナの影響とかあった中さ、できてよかったな、お客さんも来てくれたやろ。うん、いや、ほんまにやで。ねえ。ほんまにそれ。で別に感染しはるしてる人もいいんかったし、よかったな、できて最後。うん、メロメロのダンスはすごいよねって。うん、結構がっちり動きますよね、うん、PV とか見てるけども。うん、何が見てんの？あ、そうやね、見てんねん。いや勉強なんねん、めっちゃ。あ、そうなん。うん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 、あんだけ踊ってるのにちゃんと歌えるのすごいよね。確かに。どんだけ練習してるんですか？どんだけ？え、うん、どうなんやろ。普通にやったらできるよ。やったやったらできるもんな。確かに、ね、うん、マミリンは努力家ですね。負けず嫌いだしやって。あ、そうなんや。マミちゃんは負けず嫌いなんや。負けず嫌いな。そうなんやろうな、うん、どう思う自分で。分からんけど。え、でもさ、言ったらさ、私三ミューの頃からさ、まみちゃんが三ミューとも決まってない名前の頃からさ知ってるやん。うんうん、そうやな、言ってたもんな、うん、そうそ う、なんかそのサンミュージック入れるかもみたいな言っとって、でなんかずっとさ、あれ何やったっけ、ニコニコで流れとったやつ、 YouTube やったっけ、 YouTube でも流れとったっけ、うん、そう、ニコ生、うん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 、ニコ生で見てたけどさ、最初の方めっちゃ厳しかったもんな、めっちゃランニングさせられたり。うん、そうやな、浜辺ダッシュとかしてたもんな。なあ、ずっと見てて、うわ、でなんか学校とか来るときとかさ、もうめっちゃ筋肉痛言うてな、うん。え、そこそん時からのファンとかも言い張るん？言ってた。なあ、うん、ほんまやな、見てくれてる人おると思うね。すごいな、そっからずっと応援してくれてるって。ひなたさんめっちゃ小山だねって。めっちゃ小山やな。めっちゃファンやんです私も。まあ中2からの仲やからな。ね、中2からの付き合いですけども、そうやな、最初さ、うん、この曲でやってほしいねって言った時さ、このハッピーの曲ね、ちょっともう言うて30分になるんで、うん、もうちょっとしたら終わろうと思うんですけど、うん、ハッピー流しながら、うん、どういう印象やった？ハッピーの良さについて教えて。この曲めっちゃ好きやで、わみ。え、なんか平田の曲は割と全部好きやねんけど。おお、ありがとうございます。なんやっけ、モンローっていう曲が好きなの。あ、そうなんや。そうやけど、この曲聴いた時もめっちゃ好きやった、うん、いい曲よな。なんか私バラードがないんですよ。うんうん。
意外とひなたってできるんやなって思う前。ちょ待てよ。ちょ待てよ。イメージないでもんだって。あ確かにな。いつもアホなイメージしかないからな。そ, うなんかそれ中学の時のさ、うん、お互いから考えたらさ、こんなんやってるって思わんやん。確かに。だからなんかすごいなって思う。なんかちゃんと歌詞も考えてさ、うん、曲も作ってるわけやん。うんうんうん。闇はできひんからさ、そういうことが。確かに。ほんまにひなたが書いたんかな。すごいなって思う。ひなた書いてないんじゃん、ほんま。ほんまひなた書いてないんかな、もしかして。絶対。違う人が書いたんちゃう？そうなんかな。でも私、マミちゃんはさ、なんかさ、こう夢みたいなあるの、うん、ここまでこうなりたいの私はみたいな、個人的なとか。どうなんやろう。あるけど、ドセンと言っちゃいましょうよ。もうなんかでも今はさ、結構さ、何もできひん状況が続いてるからさ、コロナでね。とりあえずなんか早くライブがしたいんよ。そうね、いつからライブしてへんの？いつやろ、3月の頭ぐらいからしてないんじゃない、ライブ。あー、じゃあもう2ヶ月か。三遊の卒業ライブじゃない？うんうんうん。 YouTube でライブ配信はしたりしてるけど、そうやな、だからしてないのよね。え、メロメロはなんかリリースって、東京来る予定やったもんな。そうよね、ツアーも私3月にこのハッピーも入ったあのシングル、3曲入りのシングルを、ツアー回る予定やったんですけど、それもなくなっちゃって延期っていう形でな。たまにこっそり見に来てくれてるもんな、まみちゃん。せやで。一回見に行った時ほんまに泣きそうになったもん、ひなたが普通に。そう、やってるみたいな。なんかなんかすごいなって思った。なんか普通に中学の時にさ、なんかひなたバンド やりたいみたいな話してたやん。うん、でそういうののことをなんか思い出して、ちょっと泣きそうになった。確かに。いや私もあのメロメロですけど、ライブ見に行った時ひなた泣きそうになったんじゃなくて、興奮しすぎてさ、お客さんと一緒においってバーッとったもん。気づいたら、おいおいみたいに言ってもらった。ひなたはなんかマミのステージ見てなんか感慨深いみたいな表情じゃなくて、普通に一緒に踊ってんもんな。じゃあそれ見たらこっちほんまに笑いそうになって、集中しない。ひなちゃんとかにもちょ笑われてたもん。え、あの子がみたいな。なんかだってひなたちゃんってああいう人なんて言ってたで。しかもその時結構激しく格好しとったのな、黄色のワンピースに。すごい一番目立ってて、ワンピースに麦わら帽子かぶってくる。ちょっとメロメロより目立ってたんじゃん。私たちより目立ってた。それ面白いわ。目立ちやってあかん、めっちゃおもろい。じゃああかんねん、私音楽とかあるとこな、スーパーとかでもそうやねんけどさ、めっちゃ踊ってまうねんやんか。こう、こんなんしながら、スーパーで。そういうとこわかんない。なんかプリン持ってきてさ。なんか面白いな。おもろかった、あの日は。いや、でもさ、あの、マミちゃんって、こう、私はもう見るからに変な子なんですけど、マミちゃんって真面目に変やからね、みんな。言っとくけど。いや変な人に変って言われたくない。え、でもメンバーとかにマミちゃん変わってるって言われるやろ。うん、言われるけど。ひなちゃんとひなたちゃんを絡ませてみたい。ほんまに友を呼ぶんやなって思った。そうやな。あ、確かに。面白いわ。妖精ですからって言って、確かに妖精っぽいな。そうですね。そんな感じで、えんちゃんリリースとかは メロメロまだ今決まってない感じ。リリースも今は、うんうんうん、
うん、今はまだ決まってない感じなんですね。はあ、面白かった、笑っちゃったな、めっちゃあかんわ、面白かったな。4月22日発売予定だった CD が延期に、今のところ夏予定。あ、そうなんや、夏予定なんや、今のところ。そう、こうお客さんが言ってくれてる。うん、じゃあちょっと夏に向けて、あれやん、そんな塗り絵とかシーンとちょっと体力作っとかなあかんで。だと毎日5キロ走ってるし。ほんまにそうやね。やそうやな。こないだもさ、えらいやん、グループの LINE みたいな、急、なんかめっちゃ通知来てたんですよ、友達。まみちゃんも入ってるやつが。グループ急に抜けたもんな、やった。うん、なんか友達とビデオ通話しようっていうのでグループ LINE 作ってたのに、ナミたちがひなたがランニング中にグループ LINE でトークしすぎてたら自分が作った、怒ってると思った。そう、ひなたが作ったのにな。うるさいわと思って。マジ自分勝手。食べてんの、ほんで。チーズケーキずっと食べたかったんやけど、タイミングが。そうですね。メロミの、メロメロみんな変わってると言えば変わってるからなって。確かに。見てんねん。うん、面白いでいいな。また、じゃあちょっと私も頑張るんで。PV、また出てな。PV、PV というか、なんかさ、うん、あの人誰やったっけ。また仕事できたらいいね。ねえ、そのために私も頑張るんで、まみちゃんも頑張ってください。うん、はい。じゃあもうそろそろ30分ということで終わりましょうか。はい、はい、ちょっとさ、みんなスクショ撮っといて。で、まみちゃんこれスクショ撮れる？ちょっと待って、撮れるかな、撮れる、ね、マジでひやた妖精やん、ひやたこそ妖精やん、この頭。どれ、はい、チーズ、はい、あ、取れた、取れた、はい、ということで今日のゲストは野田まみちゃんでした。みんなこの機会に、あの、ハッピー聞いてください。面白いわ。はい、はい、じゃあまたコロナ終わったら会いましょう。はい、バイバーイ、バイバーイ。はい、ということでコラボが終わりました。コラボが終わって私は今35分かな、1時間やって終わりたいと思いますので、よかったらみんな最後まで見てってください。またどこかでお会いしましょう。またね、のしのし言って、ありがとうございました。